やあ、せつのけいすきだよ。スプラトゥーン。相手の陣地にインクをシュート。超エキサイティング。やっていきたいと思います。今回使うのは、パブロ。知り合いが、早めのパブロって言っている、あのパブロですよ。知らないかな、みんな。パブロの強さ、俺が教えてやるぜ。まあみんな知っとうかもしれんけど、いきます。ふふ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 ふ。あ、何お前ら俺の嫁たちに対して何そんないやらしい目で見つめてんねん。お前ら、おいお前ら、寄り道バタコ、寄り道バタコ。下二人の名前つなげて寄り道バタコだって。バタコさんバター買いに行ったところから寄り道しやがって、近所の雑貨屋とかに行ったのに。よっしゃ、相手ローラーが二人おるな。近距離戦になりそう。よっしゃ、俺が強いところ、ローラーの強いところを見せてやるけんな。ローラー強しくんっていうあだ名を自分で自分につけるからな。そんだけ強いっていうところを見せてやる。ローラー強しくんだ、覚えとけ。とりあえず進んでいこう。まずローラーの強いところ、その位置っていうのはこれの万用性に当たる。あれだな、あ、うまい。敵が綺麗にね、投げてきたな、あれ。よいしょよいしょ、あ、当たってない。よっしゃ、一旦ロケット撃つために下がって、ここ敵が撃っとった。いけ、いい感じに敵に当たれ。いい感じに敵に当たらんかったけど、結構濡れたよな。よし、じゃあこっち側の方を塗っていって、のちょっと危ないな。敵がおったら逃げれんとこやったけど、まあ敵がおらんかったんで、あれ倒した。今何で死んだ相手、どういう死に方した相手。おいおい、際どい。俺、あ、やった。あ、バリア早っ。バリア俺についたん消えるの早っ。もうちょい頑張ってくれよ。おいおいベイビー、よし倒した。ん、2人おった。なんかいっぺんに2人ぐらいキルしちゃったけど、やったー。やっぱ俺はパブロ強しくんじゃ、パブロ強しくん。よし、じゃあ敵の降りそうなところ、この辺打ち込んで、あー、ふんふん、うまいな。だが結構濡れたけど、味方結構死んでるな。けど味方結構死んでるな。結構前線取られるぞ、敵に。早めに上がれ、早めのパブロじゃ。早めにアブ上がれ、早めに早めに早めに、シャブルビタッチ変身。なんでシャブルビタッチ変身が出てきたか知らんけどさ、どんどん上がれ。敵がリスの方に出てくんだったら、もう接近したら叩くのみよ。こっち側を潰していこう。こっち側潰しておいて、の後ろから来てるの見えた。逃げとこ、逃げとこ。あ、味方サンキュー。ちょっとすれ違い気味だった。あなたの恋はすれ違い気味。よいしょ、ここへ投げておいて、相手の行動範囲を狭めて、うまく攻める、敵が攻めにくいようにしておいて、で押さえていけばとりあえず勝てると思うよな。もう現時点で結構インクの量が。で、ここでローラー、ローラーじゃないわ。トルネードもうここまで来たら敵には脅威の弾丸。わっ、危ない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 。いい感じで攻めてこられたけど、それでも俺には勝てません。なぜなら、私はパブロ・ツヨシ君。結構名前が子供向けやけど。脅威なことは確かなのだよ。味方も結構やる。オールキルや。もう相手全員ダウンしとるねんが。やるな。味方もやるな。これぞパブロ強しくんの相棒にふさわしい3人だった。勝手に相棒にしたてあげるけど。何キル取ったかな、覚えてない。すごい。水色ばっか。もうそんな腕回さんでも分かるだろ。もうパッと出せばいいのに、こいつももったいぶりよって、数秒間だけもったいぶりよって。いや、ふーやっふーって、敵一人落ちとるやないか。一人落ちとるやないか。なんや、4対3で戦いよったら、ヤフー言うてられればポイント結構取りよったのは確かやけど、結構キル取ったのは確かやけど、くそ、相手が一人落ちたせいでパブロ強し君感がちょっと下がってないか。パブロ本当に強いくん？ちょっと疑問気になってるな、今。ハテナついてるよ。あの子のメッセージ、あの子に届けたい。ちょっとこのマッチングの時の BGM がそんなに聞こえてくる。ビーバースパーク、
またビーバスパークか。バカバスパークに聞こえてくると、B はバカじゃないのか。もう一つのステージもやりたいんやけどな。バカバスパークめ。よっしゃ、進め。みんな行くぜ。とりあえずさっきまでと同じ戦い方をしとけば勝てる。知らんけど。若干押しとんかい？若干押しとったな、今。オレンジの方が。あ！じゃあ、シューターおるんか。シューターやった。チャージャーや。間違えた。ってことはあんま攻めにくいぞ。あ、結構うまく投げてくるタイプの人や。ここはこうやっておいて、やばいやばいやばい。やばいやばい。一旦下がれね、一旦下がれ。バイバイ。まだね。僕は別ルートから攻めるからね。あいつらは無視だからね。パブロ・ジューシ君は強いところはね、ちょっと勝ち目のないと思ったところはね、避けるところだね。で、ここで敵が近づいて、あー、ローラーに追いかけられてる。でもロケットは出せまったもんね。ナイス。多分トルネードで、ね、敵は後ろに下がれん状態で前にローラーがおるけん、ローラーの方に向かっていかないといけないという、そういう状態を作り出した。俺最高、俺最高。味方を援護しまっくり。こうパブロ・ジューシ君の強いところはね、自分がやられた時にでも敵味方のカバーには入念。あ、変なところについた、変なところについたよ、変なところについた。もう味方が近く、敵が近くにおるの分かっておきながら、もう勇敢に攻めるぞ。勇敢に、勇敢なるままに。パブロ・ジューシ君の好きな言葉です。誰のセリフかは知らん。俺誰かのセリフかも分からん。ああいううちじゃ。だが敵がやられたことに意味がある。これは前のパートからバンバン言ってるね。あ、敵めちゃくちゃこっちのリスポーンの方走ってるやん。塗り直せ塗り直せ塗り直せ。パブロー、早めに塗り直せ。パブロー、パブロー、パブロー。危ない。ちょっとやられかけたと思ったけど、ここはやっぱパブロ強し君最高です。こういう感じで左に回ってからのパブロアタック。あ、インクがない。ここでこの辺にロケット、入念に橋も塗っていく。あら、やられた。あれ、味方はめちゃくちゃやられてるね。ちょっとやばいね。意外とやばい状態になってるね、知らぬ間に。意外とポイントもそんなに高くないっていうね、今見たら。とりあえずここは綺麗にキル取って、あ、まずいまずい、あがーんけど結構ポイントはどっちかって言ったらこっちが遠いような。そう考えたらうまく逆転を許さずに戦えそうではある。パブロ剛君の腕の見せ所、ラストスパートを切るぞ。パブロ剛君が、パブロ剛君がやるぞ。そこにローラがいることは分かっている。パブロ剛君にはお見通し。あ、チャージャーがおるけど、チャージャーってことはこっちに接近してこれんよな。そう考えたらもう相手を塗らんかったら勝てんのに塗れないという状態が出来上がります。ほら見てみ、パブロ剛君は最後の最後まで粘り強いです。ドスーン。というわけで、あ、結構こっちローラー2人もおったんじゃ、近距離武器が多かったんじゃ。もうポイントもそこそこ取れとるし、満足満足、まあまあ満足、一本満足。パブロ、早めのパブロですね。やっぱパブロ剛君ですよ。やっぱパブロが強いっつうか、俺が強いんじゃないかなっていう。親族を自分の力に余裕を示してるぜ。調子いいねって言われてるぜ。さて3戦目、ここも買っていきたいっていうか、ビーバスパークやめてアロワナモール出てきて、まだビーバスパークできたら俺バカバスパークって呼ぶけどな。はい、バカバスパーク、バカバスパーク、3連続バカバスパーク入りました。もう一つのステージやりたかったけど、バカバスパークでした。チャージャーまたおるな。チャージャーに過ぎてもらえるのが一番嫌いやな。いくらパブロ強し君でも、パブロ強し君でもチャージャーにちょっと待ち伏せされるのはちょっと辛いものがあると思われる。それをちょっとうまく、うまく、あれ味方いつの間にやられてる。俺の目の前の味方やられて、なんか接近されてるね。作業ちゃん、作業ちゃん、あなたは作業だけしてればいいの。よし進もう。ここら辺で投げといて、ここへチャージをしておいての、進みにくいな。頑張っちゃって援護出しとこう。見たら、あー、いつの間にかこんな爆弾があったし、味方どうなってるんだろう。味方今あれか、今待ち伏せしとったけど全然来て、待ち伏せじゃなかったわ。
完全に進んでやられとったパターンだよな。パブロ強し君が負けているだと、それはあてはいけないこと。あらーチャージャーやっぱ強いな。チャージャーじゃなかったよチャージャーブーさんで死んだかと思ったらチャージャーじゃなかったよさて押さえとるぞ、毎回するぞ。こっからでも逆転を目指すっていうのがパブロ強し君のポジティブなところだよ。まだ諦めてないんだよ。パブロ強し君最強伝説を作るんだよ。あーでも味方が取ってくれたけん、まあよしとしましょう。若干追いついてきよう気がするな。味方は、あ、味方結構戦線上がっとんで、いいじゃないですか。パブロ通し君の相方はこうでなくっちゃかパートって敵、俺はこっち側パブロって分かっとけんな。そう考えたら顔を簡単には攻めていきまいという感じで、綺麗にトリッキーに動きましょう。トリッキーに動いて敵の隙を見つけ出す。お、危ない危ないです。やばい、死ぬ死ぬ、うぅ味方も死んでる。あばあばばさて、とうとう窮地に立たされてしまったパブロ強し君。パブロ強し君アタック、あ、バリア使った。こいつただでさえやばいのに、パブロバリア使いよったよ。しかし、しかし、しかし、ナイスカバー味方。俺じゃなかった、だが俺じゃなかった、キル取ったのも俺じゃなかった。おお、相手が3人減っている状態で、もうここでどれだけ追い上げができるのか。そしてたまったところで俺の目の前あたりのやつを襲撃。さて若干追いついたが、こっちは味方が2人やられた。その間に味方が立て直してくれればいいんだが、若干敵の方が塗る量が多いな。あ、何俺こんなとこ置いたんだ、何インクの無駄しとんだこれ。やばいやばい、味方頼みます、味方頼みます、味方頼みます。パブロ強し君ここで終わりなのか、それとも味方が頑張ってくれるのか。あら、パブロ強し君が釣る。あーけど惜しい、何この何この 0.1% 差、3ポイント差。パブロ強し君負けたけど鮮やかな、ま、そんなでもないわ、キルできてないじゃないかパブロ強し君引退の時が来るかもしれない。次のパブロ強し君は君かもしれない、この今この動画を見てる君かもしれない。さあスプラトゥーンを買ってパブロ強し君やろう。パブロ強し君募集中というわけで、切ない圭介でした。また次のパートもお会いしましょう。仕上げ